このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、新入りの黒猫は初対面でも甘えん坊、おもちゃにハッスルで大ジャンプということでですね、この子がメゾンくんって言いますよ。撫でて近づいてきたんですけれどもね、いきなり水飲んでますよね。で、周りの猫ちゃんもねゆっくりしておるんですけれども、おもちゃ大好きということなんですけれどもね、今は水が飲みたいってことかな。あ、飲み終わった。遊ぶ猫じゃらしは違うの？見ておるけれども、やっぱ遊ぶよね。ちょいちょいしてるよね。で、キャットハウスにいてるのがマリンくんって言うんですけれども、なんかちょいちょいしとるね。遊びたい。あ、羽のおもちゃで遊びたいんかな。どうでしょうか。あれ、遊ばない。メゾンくんも今遊ぶ気分ではないんかな。あ、後ろからこの子は福くんかな、やってきとるけれども、大きな子ですよね。じゃあ振ってみようか。あ、福くんが猫じゃらし加えとるね。ちょっと撤収します。さあ振ってみます。誰か遊ぶ。あ、メゾンくん来てくれた。ジャンプ、大ジャンプしとるね。やっぱ遊ぶの好きな子やんね。めちゃくちゃ活発やんか。で、最近来たばっかりなんですけれどもね、これだけ遊んでくれるのいいよねって言うとね、加えて移動しとるよ。返してください。あらあらあら、バックヤードに帰ったと思ったら、あ、出てきてくれたか。猫散歩になってるやんか。ねえねえ、メゾンくん返してください。あ、置いてくれたね。よかったよかった、回収できました。さあ、もう一度遊ぶ。お、遊ぶね。ジャンプしとるやんか。立ち上がってね、遊んどるわ。ソファーに乗って、一瞬遊ばなくなったんかと思ったらね、遊んでくれておりますよ。お、大ちゃんが来てくれたね。大ちゃんも遊ぶ。あ、でもどっか行っちゃうか。メゾンくんすごい活発やから、なかなか一緒に遊ばれへんのかもしれないんですけれども。あ、マリンくんも降りとるよ。あれ、遊ばない。あれ、もう遊ばなくなった。置いてみようかというとね、ケージの中に入って、この中にご飯があるんだね。ご飯食べんの。あ、近づいてきてくれた。撫でてほしいってことかな。撫でておりますけれども、あ、やっぱりご飯が食べたかったようです。さあ、ご飯が終わるとね、トンネルの中にいましたね。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。撫でられんの嬉しそうやね。で、おもちゃでも遊んでくれる、すごく楽しい子じゃないですか。カミカミすんの。一応ね、おもちゃは加えたりするんですけれども、すぐに返してくれるようですよ。本当に行こう。あ、加えたでしょ。すぐ加えるんですけれどもね、返してくれるのはいいよ。真ん中の穴で振ってみましたよ。おお、出てきてくれた。で、おもちゃ捕まえたね。あ、中入っちゃった。でも返してくれる。棒では遊ばないかも。やっぱ猫じゃらしの部分が好きなんかなって感じはするんですけれどもね。黒猫ちゃんだけにね、トンネルの中に入ると表情分かりにくいですね。あ、この子は銀閣ちゃんだね。銀閣ちゃんはあんまり遊ばなかった気がするんですけれども、撫でてほしかったんかな。なんかやんちゃになっておりますけれどもね。よく遊んでくれるわ。で、めちゃくちゃ可愛い顔してますよね、この子。ちょっとトンネルからそろそろ出てほしいんやけどな。ここで遊ぶんかな。横になって遊んでくれるのも可愛いんやけどね。お尻かきかきかき、上からかきかきかき、くりくりおめめしてるよ。ほんと穏やかな子でしょ。全然攻撃性なかったですよ。
ですのでね、メゾンくんは猫初心者の方でもね、飼いやすいかなと思うんですよね。あ、出てきてくれたね。あ、おもちゃがいいか。で、おもちゃを膝に乗せるとね、乗ってくれるんですけれども、やっぱおもちゃ目当てなんですよね。降りちゃいました。どこまで行くんですか？膝の上で振ってみようか。あ、来ないね。目の前におもちゃがないと遊んでくれないタイプかな、ひょっとしたら。で、加える？で、持っていく。トンネルの中入ったやんか、また。トンネルの中好きやな。返してくださいよ。すぐに返してくれる。あー、ちょっと遠いか、振る場所が。もうちょっと近づけな、遊んでくれない？ねえ、そうでしょ？手の届く範囲でしか遊んでくれない感じかなとは思うんですけれども。ちょっと止まっちゃったね。撫でよっか。出てきてくれたけれども。あ、鼻キスした。猫ちゃん同士も大丈夫なんや。ということでね、多頭飼育もいけますね、この子やったら。いやー、めちゃくちゃ飼いやすい子やんか、この子。いいですね。あ、加える。またトンネル入る。あ、トンネルの中に猫ちゃん入ってたということでね、出てきましたけれども。あ、横になった。ということで、撫でていこうか。ね、お腹触っても全然怒んないでしょ？どこを触っても大丈夫な子。で、今回ね、膝乗りはしてくれなかったんですけれども、普段は乗ってきてくれることもあるようですよ。本当にね、それは癒しの子やで。また次回行った時ね、いたらね、膝乗りしてもらおうかなとは思うんですけれども。メゾンくん、お目目まん丸で綺麗な子やんか。あ、でもちょっと今はまったりしたくなってきたかな。ね、おもちゃ好きなんで遊んではくれてるんですけれども、ちょっとね、落ち着いてきたかもしらんな。おもちゃ変えたら反応が変わる可能性はあるんですけれども、ちょっと激しくなってきたかも。羽のおもちゃ見せてみようか。どうでしょうか。お、立ち上がる？あ、ジャンプするやん。羽のおもちゃの方が好きなのかもしらんね。お、立ち上がる。ちょっとぶつかってたね。メゾンくんが激しく遊ぶんで、トンネルの中の猫ちゃん逃げちゃいましたね。元気いっぱいやんか。メゾンくんがお家にいたらめちゃくちゃ毎日楽しくなりますよ。癒されるやろうしね。大ジャンプ、すごいな。またトンネル入る。やっぱトンネルはあった方がいいかなと思うんですけれども、中から出てくるよ。もうちょっと遊ぶか？お、出てきた。ええ遊び方したよ。おもちゃの棒はどうかなと思うとね、あんま好きではないみたいでした。今日はメゾンくんと遊んで楽しかった。皆様いかがだったでしょうか？メゾンくんは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。